おはようございます、プロデューサー。今出勤ですか？一緒に？はい。いえ、ただ学校の登下校の時とは大違いだなと思って。そんな風に普通に誘ってくる人はいませんから。たまに声をかけてくる子がいても結局会話に詰まってしまいますし。それはプロデューサーがそういう人だからです。ううん、プロデューサーだけではないですね。ナムコプロのみんなは私にとって特別です。誰もが平気で話しかけてきますから。はい、じゃあ行きましょうか。プロデューサー、今日も賑やかなみんなが待ってます。